クラムチャウダーの缶詰をちょっとヘルシーに調理する方法。玉ねぎ1個と人参半分をお水でクツクツ煮て、玉ねぎが透明になったらこのクラムチャウダーの缶詰を加えます。でね、ちょっと白ワインがあったら入れたらいいと思います。で、ベイリーフとかもあったら入れたらいいです。でね、私は最後にガーリックパウダーとチューメリックを入れて少し黄色い色のクラムチャウダーを作ります。やっぱね、缶詰だけだとフレッシュな野菜が何も入ってないので、何かしらね、野菜をお水だけで調理して、オイル使わないで調理して野菜の旨味を封じ込めます。これは白胡椒です。中には乾燥したお米が入ってます。胡椒もね、意外に身近なものだけど、体を温めてくれる、すごく貴重な香辛料です。玉ねぎたっぷり。これをね、パスタ入れてクラムチャウダーパスタとかにしても美味しいし、パンと食べても美味しいし、でもね、今夜はパンがないので鮭のおにぎりと、これがちょっと質素だけど旦那の夜ご飯になります。もうちょっとパセリ入れようかな。